こんにちは、平山茂です。今日は7月26日月曜日でございます。合ってますか？合ってますね。7月26日月曜日、現在時刻は1時49分でございます。さあ皆様、月曜日でございます。今日から休み明けで仕事という方ね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、本当にお疲れ様でございました。お疲れ様です。本当に本当に本当にお疲れ様です。さあそんな皆様にご褒美企画、月曜日といえばロト6でございます。今日も5口買いました。自分で全部一個一個一口一口入念に選びました。だけどあんまり自信はありません。まあでも当たるでしょう、当たるでしょう。さあ今日はね、何としてでも当てますからね。うん、なんか当たった人のね、なんか YouTube とか実際あるんですけどね、その人が言ってるのはね、やっぱね、無欲なんですね。当たったけどあんまりお金使ってないんですよねみたいな、ちょっと信じられないんですけどね。まあでも私もちょっと無欲でいきましょうか。まあ私はまあね、物欲の塊なので、まあ当たったらそれなりにね、いろいろ買いたいななんて、まあ、欲はありますけれどもね、まあ、無欲になれっていう方がちょっと難しいかもしれませんけども、まあ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 、やっぱりね、何よりも皆様に配りたい。自分自身がとにかく本当に人生、この人生お金に苦しんできました。なのでね、そんな僕と同じように今現在苦しんでるという方もね、いるんじゃないかと、そんな人に配りたい。発表いきましょうか。結果が気になるんですよね、結果がね。いかんせんまだ2時なんでね、まだだいぶ時間があるんで、ついつい良かれと思って喋っちゃうんですけど、内容はありません。とにかく大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫なんです。皆様大丈夫ですからね、本当に大丈夫。さあ結果発表いっちゃいますか。今日のロト6の結果はどうなるのか。それでは結果発表です。さあ発表します。じゃあ今日の結果こちらですね。今日は1606回、抽選日7月26日、一等が一口出ております。5億飛んで579万600円。出ました、出たぞ。よし、そして2等が33口も出てますね。なので255万5200円。3等が239口、381,000円。よし、当てますよ。ちょっともうね、今日も紙に書いてますから、まずはちょっとお待ちください。もう見ます、結果見ます。もうここにドンドンと、ドンと、もう見ます、もう見てます。え、焦らずにね。やっぱり32出ましたね。32は出てる回数が非常に多いんですね。なので32は結構な確率で入ってくる、そういった数字でございますね。なるほど、そういうことですか。はい、結果が出ました。では結果をお知らせしたいと思います。ドン、マックスで2つです。大外れでございました。本日も申し訳ございませんでした。申し訳ございません、本当に申し訳ございません。本当に悔しいです。18、26、32、ボーナスの43、20番台でね、3つも入ってきたっていうのがちょっとね、ここは癖がありましたね。まさかでした、本当にすいません。
まあでも大丈夫、また来週頑張ります。本日もご視聴ありがとうございました。必ず必ず一投当てます。よろしくお願いします。平山茂でした。また明日、おやすみなさい。